送り年をゼミへようこそ。司会進行役のマリサだぜ。噂話や世間話が大好き、助手の霊夢だよ。霊夢は宮崎駿が飛行機マニアだって知ってるか？へえ、知らなかったわ。ジブリ作品で言うと風立ちぬが飛行機の作品では有名だが、今日説明する紅の豚にも実はこだわり抜かれた演出が盛り込まれてるんだ。紅の豚も飛行機がたくさん出てくる映画だもんね。そんな感じで今回は知らなくても楽しめる、でも知っていれば10倍楽しめる紅の豚のマニアック解説参戦をお届けするぜ。それではゆっくりしていってね。まずはカーチスに関しての切り抜きを見てもらいたい。カーチス、ボルコとバトルしてすごい顔になった人ね。作中では3枚目として扱われたキャラだが、実は飛行機の腕はピカイチなんだ。そんなわけないでしょ。これですよ、マリサさん。何気なく見てるとそう思うだろ。今回はその伝わりづらいカーチスの凄さをトシオくんが解説するぜ。カーチスが飛ぶときに、あのアメリカ野郎いい腕してるぜ的なことをポルコ言ったんですけど、なんでそれがわかるのか。理由ですね、3つあると。1つ目はですね、離水のとき一切バウンドしないという操縦の腕で、2つ目はですね、下が見えにくい服用機のくせにですね、1回で離水成功している。3つ目の理由ね、夜間飛行というのは死と隣り合わせだったんですね。とにかく山があってもどの方向に山があるか分かんない、街の明かりなんかも本当にかすかであっという間に見えなくなる。で、高度今何メートルなのか、それを表示する景気もですね、アナログのすごい原始的なものなんですね。で、無線機があるというふうに言われてもですね、ちょっと雷とかが出たらあっという間に無線機が雑音だらけになって使えなくなると。カーチスがですね、ホテルアドリアーノから夜離水して飛んでいくんですけども、離水も着水も本当に水面が全く見えないんですよ、暗いから。だから腕自慢のポルコですらですね、ホテルアドリアーノに来たのは夕方なんですよ。夕焼けの海に着陸して、おそらくですね、秘密基地に帰ったのは翌朝、一泊してですね、翌朝なんですよ。誰も夜飛んでいないような時代の話なんですね。で、舞台のモデルになったですね、クロアチアのですね、ドブロクニクっていうですね、町に僕は3年前にですね、取材に行ってですね、3日間滞在しました。昼間はですね、アドリア海ってすごい穏やかで、本当に綺麗、アニメの通りに綺麗な海なんですけどもですね、夜のアドリア海ですね、めちゃくちゃ風が強いんですよ。で、その風もしょっちゅう方向変わるんですね。アドリア海っていうのは、そのイタリアとイタリアの東の陸地に挟まれた狭い海なのでですね、まずとにかく気温の変化に対して風の方向がしょっちゅう変わるんですよ。で、あの海をね、夜に飛ぶのは本当にね、まあ、例えて言えばですね、全く明かりのない山道、トンネルもいっぱいあるような山道で、道の横がすぐ崖になってガードルームもないところですね、ヘッドライトもない車でビュン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 飛ばすような、なんかそんな感じだと思います。だからまんま言うとだのですね、大きい飛行艇も、まあ、カーチスと一緒に飛ぶんですけども、絶対上昇してないんですね。映画の中見てください。まんま言うとだのが一緒にカーチスと飛んで帰るシーン。しかしカーチスはですね、離水したら一気にグワーンと上昇していくんです。すごい危険です。で、ポルコはですね、その夜に飛ぶことがどんなに危険なのかを知ってるので、だから彼は昼にしか飛ぶ描写がないんですね。もちろんポルコの腕だったら夜間飛行ぐらいできるんですけども、それでもですね、よっぽどやらなきゃいけない時しかしないんですよ。で、それをですね、当たり前のように離水して上昇するカーチスを見て、いい腕してるなというふうに思わずつぶやいちゃったというシーンなんですね。さすがカーチス、私が見込んだ男だわ。俺の嫁、おいおい、さっきと言ってることが違うぞ。しかも性別逆転しとるがな。てへぺろ。さて、気を取り直してさらにマニアックな方向へ話を進めるぜ。さっきのカーチスに対して今度は主人公ポルコについての話だ。乗る人が違えば当然乗る機体も違う。それによって作中の描写も変わってくるんだ。そんなマニアックな違いをトシオくんが説明してくれるぜ。これね、何のシーンかっていうと、一気に加速でそのまま離水、いわゆる離陸と行きたいんですけど、そうじゃないんですよ。なかなか離水できずにですね、1回飛び上がるんですけども2回落ちちゃうんですね。バウンドしてる時の水しぶきなんですね。これ何かっていうとですね、飛行艇だからなんですよね。飛行艇っていうのはですね、基本的には飛行機じゃなくて船なんですよ。船体も船大工が作ってる場合が多いんですね。飛行艇っていうのはこの下の部分、胴体全部で水の圧力というのを支えなきゃいけないから、実はね、ちょっと基本的に頑丈になってきちゃうんですよね。やや重たいのが当たり前なんですよ。おまけにですね、ポルコの船はですね、エンジンの調子が悪いし、何より後退翼なんです。カーチス見たらわかる通り、この時代の飛行機って大体ね、
まっすぐなんですよ。まっすぐっていうのは揚力が発生しやすくて飛びやすくて、まあ大体こんな時代のエンジンだったらこれが当たり前なんですけど、ポルコのやつにはですね、お前は第二次大戦後かっていうような後退角がついててですね、おまけに副揚機じゃなくてスピード出したいから単揚機なもんですからですね、カーチスに比べて翼がめちゃくちゃでかいんですよ。これ同じスケールの模型なんですよ。なのでですね、まあ重たい、離陸しにくいと。これはもう後々ですね、ポルコがですね、離水、いわゆる飛び立つのに散々苦労するシーンがあるんですけど、ひとえにこいつの重さと、あと後退角がついているおかげで、主翼の飛ばし方がえらい難しくなってしまってですね、いやー、やたら飛ばしにくい機体なんですよ。さあ、ラスト1本いくぞ。最後はどんな切り抜きなの？解説がさらにマニアックになってるぜ。これぞジブリアニメ、これぞ宮崎駿、という匠を見せてくれるぜ。楽しみ。桟橋の上をこのポルコが歩くんですけども、この尾翼の部分を避けて乗ります。下が乗った瞬間の絵なんですけど、見比べてください。このポルコのコックピットの横にあるちっちゃいプロペラがほぼですね、水面のドラム缶の位置まで下がってます。これどういうことかというと、ポルコが乗った瞬間にポルコの体重の重みでですね、サボイア号がぐっと汽水が沈んだという表現なんですね。ここら辺の描写めちゃくちゃうまいです。後ろの翼を迂回して狭そうにトルコが太ってる体を桟橋の上で器用に折り曲げて歩くっていうのは、これはね、人物の演技なんですよ。サボイアが沈んでいくっていうのは、これは物理描写です。で、人物描写と物理描写をですね、両方コントロールしてるんですよ、このワンカットなんで。そうすると作品にね、めちゃくちゃリアリティ出るんですよ。本当にね、あるように見えちゃうというか、僕らそういうのを見ちゃうと、その場に行きたいなっていうふうに思っちゃうんです。ポルコが乗り込んで船が沈むシーンで、クランク回して足でレバーを蹴ってエンジンかけるシーン、乗り込んでったら横のプロペラが回るシーン、このスロットルを上げて同時にミクシャーレバー、タイミングレバーも前を落とすシーンというのは、一連の流れでポルコの普段の動作として見ていてかっこいいんですね。乗ってから人間がどのような動きをするのかっていうのって散々いろいろやってきたんですよ。でも大体こうスイッチ、目の前のものパチ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 って入れるっていうですね、リアルなんだろうけども、そんなもんかなというものになりがちなんですけど、このポルコの全身使って次々といろんな機械やってって、桟橋に軽く係留していたモヤイズナをですね、桟橋の上にポイッと捨てるんですね、左手だけで。ポイッと捨てる捨て方も濡らさないように、濡れてしまってロープが腐ってはらもったいないからみたいな感じですね、水の中に落ちないようにポイッと投げるのもですね、もう本当にいつもの動作というような感じですね。この盛り上がり感がめちゃくちゃかっこいいなというふうに思うんですけど、いやー、濃かった。どっぷり宮崎駿ワールドに浸れたんじゃないか。うん、これは本編も全然違った見方ができるね。俺はこんな紅の豚のディープな情報を知ってるぜ。という方はぜひコメントで教えてくれなんだぜ。チャンネル登録もよろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。